はい、ですこんにちはどうも,どうも今日はですね、2021年の8月の15日ですね。はい、先日ですね、アメリカのアナハイブのディズニーパークでですね、マジックキーっていう、あの年スに代わるね、新しい,そういうシステムがあの発売するよっていうね、そういう発表がありましたので、今日はね、それを解説したいと思います。この新しい年スに代わる新システム、マジックキーなんですけども、これですね、今パート4で見て、 これ日本にも導入あるかもしれないなーっていうふうに思ったのと、これですね、向こうの新しい入場システムっていうことで、結構これ面白いというか、興味深いことをやってますので、これですね、日本の皆さんもね、もう関係ねえわなんと思わずに、これ知っといた方が絶対いいと思ったので、なので今回動画にしようと思いました。それで、今回ですね、僕プレスリリース読んで、軽くね、ふーっとうのみでね、ちょっと あの理解したつもりでいたんですけども、これね、ちょっと難しいんですよ、システム的に考え方が。それで、かなりですね、今回動画で念入りにねっとりと、回りくどいぐらいのちょっと表現方法で解説してきますので、聞いててイライラするかもしれませんけども、めちゃくちゃ初心者向けに分かりやすく噛み砕いてあの解説したいと思ってますので、すいません、何卒ご了承ください。でですね、 あの半年ぐらい前にアメリカの方でもう年スやらないよって配信するよっていう風にねそういう発表がまあ,あったんですよね。で、年波か、うん、廃止か、日本もどうなんだろうやべえななんてふう風に思っててで、その代わりの新しいマジックキーってやつ見たら、パッと見たらですね、1年間で6回パークを予約できるシステムだっていう風に書いてあったんですよね。 これってなんか表現方法を変えたりとかですねなんか抽選とか行ってエントリー受付とかってそういう風でなんか回りくどい,い言い方書いてあるんだけど結局1年間に6回パークを予約できるだったらワンデーチケット6枚もらえるような回数券のようなものじゃないっていう風に実は初め思ってしまいましたでもこれねよくよく調べたらね全然これ回数券じゃありませんでしたなのでちょっと今回じっくりちゃんとね紹介したいと思います で、ザーって読んだところですね、僕はこれ今回ですね、やっぱり年発だなぁと正直思いましたね。なんかね、年発配信するって発表もあって、うん、そうなるって聞いたけども、でもこれはね、年発だなぁってちょっとこれ思いましたね。で、ただですね、僕先日の先週の生配信やったんですけども、その時にですね、今回の新しいマジックキーっていうのは、なんかね、あのー、 年間ね、ワンデーチケット6枚もらえるような回数券みたいなものじゃないかなっていうふうに、ちょっと間違った情報を言ってしまいました。すいません、これ、これ完全僕のミスリードですね。すいません、これ違ってます。間違ってます。で、改めてこれ今回、ちゃんと会社で紹介したいと思います。よろしくお願いします。で、これですね、もともとが英語の発表で,で、僕もですね、翻訳ソフトを使ったりとか、 あとは視聴者さんから DM を、ね、もらったりとかして、いろいろと情報収集して、これ今回まとめています。で、素人なりにちょっとまとめてることですのでの、正式な情報とはもしかしたら違ってるかもしれません。で、一部間違いとかね、あと僕の思い込み、勘違いなんかもあるかもしれませんので、その点ご了承ください。で、そういう間違いはですね、コメント欄なんかで補足していきますので、コメント欄なんかもぜひ読んでください。 ははいで行きましょうまずね、どんなパスかなんですけども、はいもうほとんど実質年間パスポートですね。それで、これですね、回数券じゃありません。でね、一言、まず結論で、まずズバーンと言ってしまうと、今回のこのマジックキーっていうのは、いいですか。あなたがこの先1年間、常にですね、6パーク予約する権利がもらえるパスってことです。で、有効期限、1年です。わかりますか あなたがね、この先、常に6パーク予約の権利がもらえるんですよ。1年間もらえます。で、6パークって何やねんって6回じゃないのって思うかもしれませんけども、6パークっていうのはですね、これアメリカのアナハイムって実はパークが2つ並んでます。日本でいうとランドとシーみたいなもんで、アメリカもですね、このねあの、ディズニーランドパーク、普通のね、パークと、あとね、カリフォルニア,アドベンチャー。 といパークが並んででますので、まあ、ランドとシーみたいなもんですよ、ねまあなので、これ日本風に置き換えると、さっきの言い換えるとですね、まあ、この先あなたが1年間ですね、ランドでもシーでも常にですね、合計6つのパークをですね、6回のパークを予約の権利があのできもらえるっていう、そういうことです。わかりますか常に6パーク、この予約の権利がもらえるんですね。で、ここがですね、ややこしくて、 6パークって梅さん言ってんじゃんって。有効期限1年間で6パークでしょじゃあだったら回数券じゃんそれって。何が違うの言い換えでしょ抽選のことエントリー受け付けって言ってるだけで言葉の言い換えで結局有効期限1年間のうちに6回しか行けないんじゃない ?6 パークでしょでじゃあ回数券じゃん結局って。そうやって思ってしまう人多分いると思うんですよね。で、正直僕も初めそう思ってました。これで、ね、そうではなくて、 で、今日から1年間、常に6パーク予約の権利がもらえるパスってことなんですよ。わかりますか？常に6パーク必ず予約の権利がもらえるので、じゃあ仮にですよ。本当に仮にね。じゃあ今4月だとしましょうや。新年度ね。4月。 4月、毎週水曜日じゃ行きたいと思ったとします。毎週が毎週ですよね。第1水曜、第2水曜、第3水曜、第4水曜。で、5月の第1水曜、5月第2水曜って6回じゃあ予約をバーッとしたとしましょうや。で、これが回数券だったらもうこれで6回使ってもこれ終わりですよね。4月から1年間言うても、今毎週ババババーッ毎週水曜6回取ったから、これもし回数券だったらこれ終わりですよね。ところがですね、これ常に6パークってことなので、どういうことかというと、 じゃあ今言った仮に4月のね今予約をじゃあ第一水曜日インパークして消費します要は予約の権利を使い切りますそしたらですねその日を過ぎればなんと予約の権利がまたこれ復活するんですよわかりますか6つのパーク予約できるって言ったよねだから1回目使った2回目使ったって言ってそのチケットをちゃんと使えばまたその分使った分 復活します。パークを予約できる権利があなたは復活します。復活できます。なので、年間常に6パーク予約できる権利を1年間維持、保持できるんですね。わかりますかそういうことです。なのでの、ね、毎週水曜で6回使って予約したら回数券の配、はい、りは悪いではなくて、ちゃんとその予約,の予約日になって、ちゃんとインパークして使い切れば、また自分がその権利が復活するので、それで常に1年間ずっと 好きな日に6つのパークを予約できる権利があなたに1年間与えられるんですね。そういうことです。わかりましたかねちょっとこれ難しいですよね。どうしても回数権って考えてしまうので、はい、こういうふうにですね、常に6回そういう予約ができる権利が常にずっと維持、保持できます。で、これですね、今僕、その日を過ぎれば、また次の予約の権利がまあ復活するって言いましたけども、 これあの正確にはですね自分が予約したその日ちゃんと自分が予約したその日に約束通りインパークすればまた次予約できる権利が復活するってことです。なのでこれドタキャンとかすっぽかし禁止ですねでもし仮にこの日行きますと予約だけして日付だけ過ぎちゃったと、うん、で結局それってのはドタキャンすっぽかしですよねそうするとペナルティーがあります。 ペナルティは後で言いますけども、とにかくドタキャンすっぽかしが絶対しないようにってことですね。整理をしますね。整理すると、まずパークを予約します。この日4月15日行きたいですってなったら、その4月15日、ちゃんとすっぽかさずに、ドタキャンせずに、ちゃんと約束通りにインパーク。で、これを必ず繰り返していれば、この先1年間、あなたは、 6つのパークを予約できる権利を1年間ずっと持つことができます。わかりますかもう一回言うよ。この日にインしたい。約束通りインしました。そしたら、また次、パークを予約できる権利が復活します。それが年6パーク分あるってことです。6パークあるからいいよね。さっき言ったみたいに、毎週水曜ずっと取っとけば、消費したらまた次の予約、消費したらまた次の予約っていうふうにできるので、まあ、実質だから、 こういうふうに回していけば、まあ、年パスっぽく使えますよね。で、6つのパークっていう、6つのパーク予約できるっていうふうに、ちょっとなんか、あの、大回りの言い方をしてるのは、アメリカもランドとシーみたいに、まあ、2つのパークがあるからです。で、6つのパークって今言いました。で、6つのパークってことは、じゃあ、例えばですよ、まあ、これ今、日本に置き換えるよ。ランドとシーって置き換えると分かりやすいからね。じゃあ、ランドに6回とかですね。シーに6回とか。 まあ多分そういう人いますよね。あとランド C、ランド C、ランド C ってそれで6回とか。まあそういう人もいますよね。でこれところがですね、これなんとパークホッパーって言ってこれ1日2パーク予約してもいいんですよ。これ嬉しくないですかだからこの日はねランドと C どっちも行きたい あるじゃないですか。なんかハロウィン初日とかですね、グッズの発売初日とかあるでしょ。これですね、1日2パーク行けます。2パーク予約も可能です。同日で。だから、掛け持ちで予約できるのいいですよね。で、6パーク予約できるんで、だから、この日はランド、この日は C、この日はランド C、ランド C っていう風に、 重ねて予約しても、ずらして予約しても自由なので、要は6パーク自由に、すべて必ずね、そんなにちょくちょく行けないので、すべて行った日は必ずね、ランドシー両方行きたい、ツーパーク両方行きたいっていう場合もあるでしょうから、だからそういうふうにして、重ねて予約をしたり、ずらして予約したり、その辺はある程度、あのユーザー、ゲストが自由に予約できるようになってますね。でただですね、掛け持ち OK 言っても、これ、朝から OK じゃなくって、 このホッパーの掛け持ちのツーパークの場合はですね、13時以降にあのもう片側のパークに行けるとのことです。なので、時間差、時差はありますね。で、さっき言ったそのドタキャンすっぽかしのペナルティね、この日行きますって言ってたけどやっぱりやめたって言って、連絡なしでドタキャンすっぽかしをしてしまった場合のペナルティなんですけど、これはですね、ペナルティは、んとね、90日間の間で、 3回ドタキャンした場合は次、1ヶ月、次の予約ができなくなるっていうペナルティがあります。いい ?90 日間で3回ドタキャンした場合は、その後、1ヶ月、30日間、1ヶ月間、次の予約ができなくなるというペナルティがあります。なので、必ず約束した日はインしましょうねってことですね。で、これですね。もし 2ーパーク予約してて、ランドシー両方ね、両方予約してて、それですっぽかしいドタキャンの場合はですね、これですね、あのどっちか片方をインパークすれば、これね、ドタキャンすっぽかしにはならない、ノーカウントと,とのことです。例えば、この日ランドシー両方行きたいわーってなって両方予約したと。ところが実際にはランドしか行かなくて、その日はシーは行かなかったと。でその場合はね、これ、ね、あのドタキャンすっぽかしにはならないとのことです。なので、 予約したら必ず、まあその日どっちかね、予約した以上は必ずパーク行けばまあ大丈夫です。でですね、これちょっと話がうますぎるじゃないですか。でだ,んだ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 んここから怪しくなってきて、<laughs> まずですね、これ除外日っていうのがあります。要は年配除外日ありましたよね。除外日あります。あとはね、この予約の保証についても説明しますね。まずですね、今回このチケットなんですけど、 これ、アメリカのパークはですね、年間パスポートってグレードがあってね、強い、普通、弱いみたいな感じです。グレードがあるんですよね。で今回のこの新しいマジックキーっていうのもですね、これね、強い、普通、弱いってやっぱ3つグレードがあります。で、さらにもう1個、アメリカ在住のカリフォルニアの住人向け限定の特殊年パス特殊年パスもありますので、ちょっとそれは今回割愛で説明、省きますね。 なので、今回今言った超強い年パスの普通の年パス弱い年パスの3つがありますで。それを説明しますね。まずですね、一番超強いのはね、ドリームっていう名前のこのマジックキーね。まあ、年パスじゃないからね、マジックキー。ドリームって言います。このドリームはすごいんですよ。これね、年波除外日なしなんですよ。365日予約可能。 これ良くないですかなんかこれハロウィンの連休とかゴールデンウィークとかあの忌まわしい年波除外日あれがないんですよ。超強い。これいいですよね。これはね、ドリームっていうあの名前のマジックキーですね。で、その次強いのがね、ビリーブって言います。ややこしいね。ディズニー好きだよね。ドリームとかビリーブとかね。でこの2番目に強いこの年パ数、これはですね、除外日。年波除外日が 48日もあります。多くないか。48日ってことはさ、ほぼ毎週週末土日合計したら50日あるので、うーん、だから、週末ダメ年賀って感じ。わかる平日限定年賀って感じかな。年賀除外日が土日ってことで、このビリーブって真ん中の年パスは、新しい年パスは、これは、 はい、平日限定年波って感じですね。これは2番目に強い年パですね。で、一番弱い、本当に弱い、スランみたいな一番弱い年スは、エンチャントって言います。またディズニー好きだよね、エンチャントね。これはすごいよ、除外日。年間147日って、3分の1や。年間3分の1がもう年波除外日。見たらですね、これ、土日、祝日はもちろんダメで、なんとですね、 夏休みとか冬休みとか春休みとかそういう期間も使えないんですよね、まあ、なのでわかりやすく言うと閑散期限定年賀って感じですね確かにね僕もね閑散期でん限定年賀あったらなぁとか思った時あったんですよわかります ?123 月とかってゲストいないじゃないですかだから閑散期限定年賀って感じですねしかもですねこれ安いんですけども安いだけあってですね 予約できるのがね、さっき6枠って言いましたけど、これはですね、4パークになっちゃいます。はい、こんな感じですね。今ですね、僕、めちゃめちゃ分かりやすく変換して、今説明してますので、もちろんアメリカにランドとかシーとかもないし、今言った除外日の,あの概念も厳密には違うんですけども、あくまでイメージっていうことで考えてください。 でそれでですね、今説明した通り、だったらこのビリーブってやつが365日の年パ除外日なしだ、最強ならもうこれ一択やんって思うかもしれませんけども、これですね、僕今ね、365日予約可能で最強とは言いましたけど、ただ予約はですね、おそらく自力で先着だと思います。わかりますか年パ除外日はない。つまり、ハロウィンでもゴールデンウィークでもクリスマスでも、 必ず予約あなたはできますと予約できる権利はありますけども、でも結局のところ、予約は、本当に予約はね、個人の頑張り次第。はい、そういうことですね。なので、まあ一番強いそのビーブってやつは、年賀除外日なしで365日予約できるってことで、最強なんですけど、結局のところ、混んでる日、みんなが行きたい日、例えばなんかイベントの初日とかですね。 まあと、グッズの発売日の初日などの混んでる日は結局自分で予約は頑張らないとダメなんですよね。なので今毎週皆さんやってる毎週水曜、14時にやってるどれねえどれねえってやってますよね。再来週のね月曜3連休で休みだからこの日絶対チケット取るぞーって言って皆さ,ん、まね、皆さん毎週水曜日の14時頑張ってますよね。なので結局あの苦労はおそらく必要あると思います。ただ、 予約ができる権利がある。除外日なしっていうだけで、結局そこの予約の頑張り、そこは先着で、まあ、頑張るしかないって感じですね。はい。なので、そういう風だと思います。の英語の理由でもそういう風に書いてるような感じがしました。あとは、ベネフィット特典って言って、年発特典あるんですよね。これね、海外パーク結構どこにでもあって、これはぜひ読んでみてほし,欲しいんですよね。まあ、前も動画でちょっと言いましたけども、 今回のこのマジックキーのベネフィット特典なかなか美味しいですまずですね一番超強いこの年パスマジックキーはですねなんと駐車場無料ですこれ大きいよね駐車場無料でかいで2番目の強いね平日限定年 l ビリーブこれはですね駐車場半額ですいや半額でもいいよねこれはいいあとはグッド 普通のの割割引引とかかレストランの割引なんかもありまますこれ海外年発羨ましいよねはいこんな感じそれでじゃあいよいよ気になるお値段お値段気になりますよねはいこれですね3つお値段はですね一番強い超強いドリームキーってやつは1399ドルなのでだいたい15万円ぐらいで2番目の平日限定年賀これはですね949ドルなので 約10万円ぐらい。で、一番弱い、換算期限定年賀、エンチャント。これはですね、うん、649ドルなので、だいたい7万円ぐらい。予約も、まあ、4パークしかできないですよね。はい、こんな感じです。OK ですか年賀除外日なしで最強が15万円ぐらい。平日限定年賀が約10万円ぐらい。で、換算期限定年賀が約7万円ぐらいだと思います。まあ、たいだよね、だいたい。 でちなみにですね、これ海外でやって、日本の物価に置き換えるとどうなるかなんですけど、今ね、海外パークって実はですね、アメリカ結構高くて、なんと、アメリカってね、一番安くて104ドルなんですよ。100ドル。で、一番高いドピークだと、なんと150ドルもするんですね。アメリカ高いよね、入園料、入場料。ね、チケット高い。はい、そう考えると、うん、やっぱり年間10 ぐらいって感じかななんでまあ相場というかうんうんまあこんなもんだなって感じかなうんでまあ今これざーっとこれ見て思ったんですけども個人的にはですねやっぱり土日も予約できる超強い年パスねこれが一番最強で理想なんですけどもやっぱりですね予約が大変だなって思いました今でもね毎週水曜14時に土日からチケット売れてって大変でしょ うん、とはいえですね、いや、そう言われても、結局俺は土日税だから、土日休むしかねえんだよっていう方は、もうこのドリーム買うしかないですよね。で、僕はですね、あなたのことにね、土日不定期で平日の休日も休めるので、まあそういう場合、僕だったらですね、ビリーブにしてしまって、どうしても土日行きたい、この日どうしても土曜日行きたい、ね、3連休行きたいっていう場合は、まあ、都度課金で8000円で買うっていう、まあそういうのがいいかもしれませんね。 もう土日しか行けないっていう人はこの一番高いもうドリーム買うしかないわけで、ちょ、これつらいよね。買ったら買ってる予約が大変なんだよね <laughs>。はい、とかとかこんな感じです。どうですか海外の新しい年パスこれがね、もし日本で始まったらどうなるかって、ちょっとこれ妄想してみました。もしこれが本当に日本で導入されたら、まあ、ツーパークってことでまあランドと C になるよね。でそれで、さっき言ったやっぱり、 ベネフィット特典ですよね。駐車場無料やってほしいわー。あと、リゾラ。リゾラ無料、ほんとつけてほしい。ね。あとは、グッズ割引、レストラン割引も欲しいですよね。だって今、日本でグッズってこんだけ今ね、ニーズがあって売れてるから、グッズ割引があったら絶って嬉しいし、レストランであって、今のパークってやっぱり食レポというか、食べ物メインっていう部分も正直あるでしょ。 だからやっぱりこれ欲しいですよね。まあ、なんですけど今まで見てるとですね年発のベネフィットってありえないし海外と日本でやっぱ違うのでまあ多分ないだろうね年発ベネフィットは日本は絶対ないと思いますねまあ、そうするとまあチケットだけになるじゃないですかでチケットだけで今の日本の物価まあチケット8000円とあとはねこんだけあのファンとかリピーターとかも多くて 東京からも近いので、年発税って昔から多いじゃないですか。だから、これもし日本に導入されたとすると、やっぱりこの値付け、値付けとしてはやっぱり、うん、一番強いドリームで、年賀除外日なしが15万、平日限定が10万円、笠ぎ限定で、うん、あの予約も4パークで7万円、うん、そのままスライドで日本でもだいたいこのぐらいに。 妥当かなっていいう風にこれ思いました、ね、であとはね疑問点ともし実際にこれ回したらどうなるかなんですけどもまずですねやっぱ予約ですよね6パーク一気にね予約してもいいんですけどもどの程度の間隔とかがね気になりますよねこれ6パークじゃ極論言ったらさ月か水木金って予約できるわけ要は月か水木分かる ランド、ランド、C、C、ランド、C とかって分かりますわかるランド、C、ランド、C。この日はーパークっていう風に、こういう風に予約がじゃあできちゃうのかってことですよね。で、月曜日になったらチケット消費するから、自分また1枠権利復活するので、また次の月曜っていう取れちゃうよね。うーん、どうなんだろう。あとは、 あんまり先の予約をしてししてままままうとと消費効率が悪くなるなる思いました。わかりますか。りりすあんまり遠い先の予約をしておくと消費効率が悪くなって損してしまうのでなんかこれ常に、ね、目の前目の前ってうそういう感じで回していくパスかなって思いましたねあとは日付変更ですよねやっぱりドタキャンとかのねそういうすっぽかしのペナルティがあるんだったら日付変更を絶対に簡単にさせてほしいですよね 今の日本みたいに日付変更も本当に難儀とかだと、うん、結果的にお前らのせいでドタキャンになっちゃっただけじゃねえかよって感じでこれ揉めるので、この日付変更とかは簡単にできるようになるといいですよね。まあ、あとは友達とかと一緒に行く場合ですよね。友達がマジクッキー持ってなくて、自分だけ持ってて、ワンデーチケットの予約と、 の新しい年パスのマジックキーの予約をガッチャンコして同じ日に行くっていう時に多分番号を売ったりすると思うんですけどもまあその辺どういうふうにスムースにできるようになるかですよねで今回ですね新しい年パっていうことでこういうふうにですね常にクパーク予約できるようにっていうなんでこういうふうになってるかというとですね結局運営の方はキャパシティコントロールをしたいからだと思うんですよねまあどういうことかというと要は 入園者をコントロール、制限したいからなんですよ。で、これ、すごい危険というか、このパスちょっと危ういなと思うところがあって、というのはですね、さっき言ったドリームっていう、その新しいマジック機器ね、年波除外日なし、3十5日いつでも予約できるって、おそっか、じゃあお盆とか正月とかゴールデンウィークでも予約できるってええー、やんけ。よーし、じゃあ頑張るぞ。水曜、十四時、よーし、やるわってなるじゃないですか。 でもそこでですよ、仮にですね、今これ新型コロナウイルス感染拡大防止のまん延防止が出ましたので、させ来月5000人ですっていうふうになってしまったらですね、いくら強いパス持ってても、5000人とか3000人とかね、ぎゅーっと制限されてしまったら、もう予約本当にきつくなるじゃないですか。なので、 年波除外日なしの強いカードを買ったっていうふうにやったぜ100ほって喜んでても結局なんかまん延防止や緊急事態宣言でチケットの発売制限を受けて結局買えないっていうことがあり得るんですよねで現に今この8月だって突然またまん延防止で今ね5000人内とに言われてこの8月行きたくてもねチケット買えないっていう人多分多かったと思うんですよねなのでマジックキーって言って10万円15万円払っても 結局またなんか変なまん延防止とかなんか緊急になんとか宣言出て結局5000人かよってなってうんチケット結局買えねえやんってなってこれトラブルのもとにもこれになってしまうのでそうすると今のこのですねまだこのコロナに関してはかなり慎重なこの日本ではこの新しいこのねマジック機導入はリスク高いと思うんですよねなのでちょっとまあ今まだこれお互い様子見って感じじゃないですかね であとはですね、この本当にね、これ東京近いからマジックキーを欲しい欲しいっていう人が仮にですよ、本当に2万人、3万人どちゃっと買ってしまったら、結局ですね、このマジックキー持ってる人だけでパークが100%予約が埋まってしまうという可能性もあるんですよね。<laughs> なんで、それのバランスですよね。例えば、ワンデーチケットがなんか5000人、マジックキーの時と5000人に1万人とかですね、そういうバランスやウェイトとかもありますので、 もし仮にこれ導入されたとしてもこのマジックキー販売の枚数とか販売数はかなり絞ると思いますかつですねこのキャパシティコントロールで5000人なになってしまったらトラブルの元になるのでおそらく普通に2万人3万人レベル、うん、去年のハロウィンとかですね去年の美女と野獣オープンとかですね あの辺ですね。普通に2万人、3万人ぐらい、パークのキャバ全体の50%ぐらいの3万、4万人ぐらい普通にチケット売ってますよぐらいにならないと、このマジックキーっていうのは今の日本には導入されないような感じがしますね。はい、こんな感じですね。では、総評、最後まとめね、総評としましては、どんなパスかというと、まとめね、結局、もう一回言いますけども、今日から1年間あなたがですね、 常に6パーク予約の権利がもらえると。で、その権利を使っても、またその予約できる権利は復活します。よみがえります。なので、1年間常に 6, の6個のパーク、6パークを予約可能状態を作ることができる。いいですか常に6パーク予約可能状態を1年間維持できる。要はそういうことです。そういうことね。わかったかな分かってくれた で、これ、すごくいいなと思いました。実質、年発ですよね。で、これ、なんでいいかなーっていうふうに思えるかというと、結局ですね、これ、は皆さん、これ今、ワンで、都度課金で8000円でチケット買ってインしてるでしょ。で、結局、それがなくなるからなんですよね。それがなくなる。要は、超強いやつは15万円、平日限定でもね、まあ、10万円って前払いでポーンと買うじゃないですか。そうしたら、まあ、 予約は苦労する。予約は苦労するんだけど、でも、常に六パーク分1年間ずーっと予約ができるので、このね、ちょっと8000円払ってんだったら、前払いでポーンと払って、いっぱい元取ったのがいいですよね。もっと取れそうな感じがするじゃないですか。まあ、これでね、日本でもね、駐車場のね、あの割引とか無料とかね、グッズなフードの割引があったら、まあ、 さらになおよしなんですけどもね。はい。なのでまあ、今言った通りですね、10万円、15万円ポーンと払うと予約ができるっていうところは、何気の魅力で、ぶっちゃけ欲しいです。欲しいんですけども、今のこの日本では、突然キャパシティコントロールで5000人なんて、ぎゅっとしてしまうこともありうるわけで、 そうなってしまうと、10万15万円払って権利があるって言われても、結局予約大変で、これ、瞬殺でこの日10分で瞬殺やんけとかですね、そうなって、こんなの予約のオープンの日、予約スタートの日、こんなの予約できるわけねえだろみたいなふうに、そうなってしまって、なんか揉める可能性、リスクもあると思うので、日本導入はまだまだ先だな、もうちょっとね、2万、3万、4万ぐらい普通に買えるようになるまでは、 日本の導入はないかなと思いました。逆に言うと、そういう日が来たらですね、これ日本の導入、これありかもしれませんね。はい、こんな感じです。なので、今これはですね、運営にもゲストにも今のところ導入、使うのは難しいパスだなって感じがちょっとしちゃいました。まあ、あとですね、これちなみに日本でやったらですね、これ、転売ヤーこれ便利だろうね。はい。とか余計なこと言ってみて、したりしてね。 はい。マジックキー以上になります。皆さん分かりましたでしょうかもし何か間違えてることとか勘違いとか補足とかあったらコメントで教えてください。あと分かんないこともあったらコメントなんかで教えてください。はい。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。バイバーイ。